さあやっていきましょう。新しいアナリティクス9月号です。はい、9月号ですね。皆さんお待ちかね、9月のやつの結果があってね。誰も気にしちゃないから別にやんなくてもいいような気もするけど、自分の中で決めたことはやるわけ、やらないわけにはいかないっていうか、やらないわけにはいかないって言ってる割にはもう今日は10月30日ハッピーハロウィンなんですね。9月号を10月31日に上げるというこの遅れっぷり、よくない、よくないけど仕方がないんだよ。忙しかったんだ。でも忙しかったんだっていう過去形にできない。今も忙しい、ずっと忙しい、しばらくずっと忙しいっていう感じですね。今日も日曜日なんですけどね、もう朝からまんまで勉強してますよ。勉強っていうか、まあ、模試の見返しをしたりしてね。なあ、休みが欲しいな。うん、ゆるゆると切り抜きを作るだけのね、切り抜きは自分の動画を、あげたいな。去年の今頃はクターとかを上げようと頑張ってたのに、今はもうクターを上げる余裕もないっていう感じなんですけども、はい、まあ見ていきましょう。過去28日分が見えちゃったら良くないのですけども、9月号の、9月号の結果、推定収益は16ドル18セントでございました。皆さんありがとうございます。それでも、その一月前からは 22% の下落ということで、額の下落は止まりませんね。月ごとでこれ見れんのかな。月ごとで見たいんだけど、推定収益を。見れないようですね。まあ、しょうがないね。忙しくてね。動画が全然上がってないもんね。1、2、3、4、5、6、7。7本。一月に7本。少なすぎるな。少なすぎるわ。もっと上げなくちゃって思うんだけどね。なんかバーッと取りだめをして、これをこう20分ぐらいの細切りにしてパパパパパッと上げていくっていうのをした方がいいなと思うんだけれども、それをする余裕もないという感じでね。模試が一月に一回模試があって、国試に向けてもずっと勉強してるけど、なかなかね、もう薬が苦手で、覚えられない。頭がロートルガシとって全然頭にもうスポンジのように知識を吸収するの逆だよね。もう濡れたスポンジのような状況になってるから、もうどんだけやったって水を吸収しないでなってるもんね。全然勉強がやってもやっても吸収されていかないという、そういう苦しい状況の中にあるのやな。まあそういうことです。そういうことです。なかなか忙しくて生きねえやっていうことになっております。で、9月の動画ですけど、まあ、一番再生されてるのは、まあ、90秒ドローイング、相変わらずの90秒ドローイング、そして、ポコピーの動画と、名取サナさんの動画が何本かって感じでございますね。なんかもう自分が登場してないのダメだよね。思うわ。チャンネルの上がってる動画の中に自分がいねえっていうのは良くないよな。自分が画が出てない。うん。自己顕示欲がもう後ろにググッと下がっちゃってる。こんなんじゃダメだと思うんだけど、唯一俺が出てるの、もうアザラシが出てるのはこのクラピアを植えてから3ヶ月の記録って、どうもこれだけが自分要素が強い。あとはもうなんかこう他人のふんどしで土俵に立ってるようなもんだな。よくないな。でも動画は上がりません。多分1週間後ぐらいか、まあ、10月始まって少ししたら、10月分のアナリティクス上げようと思ってるんですけど、10月はもう輪をかけてひどいからね、もう動画全然上がってないからね。本当に農園やっててよかったって思うわ。一切伸びない農園、アザラシ農園なんだけど、自分としてはすごく気が楽。上げるのは気が楽。ちょっと畑に出て面白いものを見つけて、ね、スマホを片手に動画撮ってるだけなんでね、すごく気が楽で、しかもなんか動いてる感があるので、自分としてはこれ始めてよかったなって思うけど、まあまあ伸びないっていう、まあ、伸びなくても OK なんですけどもね、うん、伸びなくてはても OK という中でやってるこの農園プロジェクトですけども、まあ、しゃあない。これぐらいしかできん、今は。ああ、まあ、生温かいもので見守ってくださいな。やりたいことが
やりたいことをね、やるためにはね、やっぱね、責任をちゃんと果たしてないといけないからね、もうちょっと頑張って勉強します。勉強頑張って余裕を作って、まあ、年末年始迎えられるように頑張ろうと思います。皆さん応援してください。はい、ということで、新しい9月号でした。もう、ぐだぐだ言ってるだけなんですけども、すぐにね、10月号も上げるのでね、まあ、それで、保管してください。ハッピーハロウィン、10月31日の、10月31日の9月分のアザラシアナリティクスでした。ほなまた。